528m の黒部平駅へ、距離 1700m、高低差 500m を下ってまいります。またご覧のように駅と駅との間に1本の支柱もない、ワンスパン方式としては日本で最も運転距離の長いロープウェイでございます。この立山ロープウェイは昭和45年7月に運転を開始いたしました。約3年の歳月と延べ14万人の汗と力によって完成したものでございます。動く天井台立山ロープウェイ、どうぞ快適な乗り心地をお楽しみください。皆様、ここで山々のご案内を申し上げます。進行方向に向かって左手奥から原橋岳、五竜岳、柏槍ヶ岳です。さらに正面に見える赤沢岳、その右側にひときわ尖った頂が針の日岳でございます。富山県と長野県との県境につながる後ろ立山連峰の稜線でございます。柏槍ヶ岳、五竜岳は立山、鶴見岳、薬師岳などと並ぶ日本百名山に数えられています。そして足元に青く横たわるのがこの所でございます。